こんにちは。樋口一葉作、大坪森の四回目をお送りします。お峰は三之助を抱きしめて、さてもさても世間に無類の高行。大柄とても奴は奴。天秤肩にして痛みはせぬか。足に藁軸いはできぬかや。堪忍してくだされ。 今日よりは私もうちに帰りて、おじさまの解放、暮らしの助けもしまする。知らぬこととてけさまでも、つるべの縄の氷をつらがったはもったいない。学校かりの年にしじみをかつがせて、姉が長い着物着ていられようか。おじさま、いとまをとってくだされ、私はもはや奉公はよしまする。とてとりだして泣きぬ。 三之助はおとなしくほろりほろりと涙のこぼれるを見せじとうつむきたる肩のあたり張り目あらわにきぬやれてこれにつぐか見る目もつらし安兵衛はお峰がいとまをとらんというにそれはもってのほか志はうれしけれど帰りてからが女の働きそれのみかご主人へは給金の前借りもあり それと言うて変えられるものではなし、ういぼうこうが肝心、辛抱がならで戻ったと思われてもならねば、お衆大事に努めてくれ。我が病も長くあるまじ、少しよくば気の張り弓、引き続いて飽きないもなる通り。ああ、今半月の今年が過ぎれば、春は良きことも来たるべし。何事も辛ん辛う のすえも辛抱してくれおみねも辛抱してくれとて涙を収めぬ珍しき客にそうはできねど好物の今川焼き里芋の煮ろがしなどたくさん食べろよという言葉がうれしい苦労はかけまじと思えどみすみすおみそかに迫りたる家の難儀 胸に使えの病は尺にあらねど、そもそも床に着きたる時、田町の氷菓子より三月縛りとて十円借りし、一円五十銭は天理とて手に入りしは八円半。九月の末よりなれば、この月はどうでも約束の期限なれど、この中にて何となるべきぞ。額を合わせて談合の妻は、 し仕事に指先より血をいだして日に実践のぜにもならず、三す助に帰化するとも会なし。おみねがうは白金の大町に貸長屋の百んも持ちて、上がりものばかりに上きらびびしく、我一度おねへの用事ありてどまで行きしが、ょうにてはできまじき土蔵の不らやましき風きと見たりし、 その主人に一年の馴染み気に入りの奉公人が少々の無心を聞かぬとは申されまちこの月杖に書き換えを泣きつきて踊りの一両二分をここに払えばまた三月の延べにはなるかくいわば欲に似たれど大道こうてなり三が日の雑煮に箸を持たせずば出世前の三之助に親のある買いもなし 日までに,金に両言いにくくともこの才覚頼みたきよしを言い出しけるにおねしばらく思案して「よろしゅうござんす確かに受け合いました難しくはお給金の前借りにしてなり願いましょう見る目とうちとは違いていずこにも金銭のらちはあきにくけれど多くではなし それだけでここの始末がつくなれば、訳を聞いていやは大せらるまじ。それにつけても、守備このうてはならねば、今日は私は帰ります。またの宿下がりは春なが、その頃にはみなみな打ち寄って笑いたきもの。とて、これを受けあいける。金は何として起こす、三す助をもらいにやろうか、とあれば、 本にそれでござんす。常さえあるに大晦日というては私の身に隙はあるまじ。道の陶器にかわいそうなれど三ちゃんを頼みます。昼前のうちに必ず必ず支度はしておきまする。とて、しびよく受けあいてお峰は帰りぬ。今日はここまでにいたします。ありがとうございました。